長崎でちゃんぽん麺が名物になった理由を知りたくないですか？それは明治32年に創業し、多くの著名人が訪れた中華料理の老舗四海楼から始まります。創業者の陳永淳が考案した品うどんはちゃんぽんの元祖として知られ、現在でも四海楼の看板メニューとしてその味が受け継がれています。ちゃんぽんは長崎を代表する大衆料理となりましたが、その誕生にはどのような背景があったのでしょうか？陳永淳の足跡を振り返りながら、四海楼のちゃんぽんが人々に愛され続ける理由を探っていきましょう。ちゃんぽんの生みの親である陳永淳が中国の福建から長崎へ渡ってきたのは明治25年のことです。明治27年に日清戦争が始まり、華僑に対する風当たりが強くなる中、彼は懸命に働き続け、明治32年に四海楼を創業しました。世話好きであった彼は、経済的に困窮する華僑や留学生の姿に自分を重ね、彼らの食生活を支えるために福建料理のユニクイート麺豚に新麺をアレンジして品うどんを開発しました。長崎近海で採れる海産物や野菜をふんだんに使って作られた品うどんはボリュームも栄養も満点で、留学生の間で瞬く間に人気となりました。明治後期にはちゃんぽんの名で同様の麺料理を提供する飲食店も増えていきましたが、彼は大勢の人に食べてもらえたら満足という思いからちゃんぽんを商標登録せず、それが長崎の食文化の発展に寄与しました。現在の四海楼の店舗はグラバー園や大浦天主堂などの観光地に近い大浦天主堂駅から徒歩1分のところにあります。福建の伝統建築を思わせる5階建ての建物には、長崎港から稲佐山までを見渡せる展望レストランのほか、長崎のお土産品を揃えた名品館や入場無料のちゃんぽんミュージアムを併設しています。中華料理店としての人気はもちろん、観光地としても楽しめるスポットになっています。